ご視聴ありがとうございます。タケパチチャンネルのたけしです。今回はパチンコ新必殺仕置き人 S を完全攻略していきましょう。2023年4月に京楽から導入された349のトータル約 84% ループの一種二種タイプのスマパチとなっております。ボーダーが 16.1 と低めで、通常回転速度は普通ぐらいです。電サポ中はヘリを抑えるタイプで、アタッカーのオーバー率は低めです。大当たり中の離席タイミングはサポラスト回転以外で保留がない状態であれば離席が可能となっております。本機のおすすめカスタムは真剣メーターモードです。またエアバイブ等の全ての設定をオンに設定し、当たりを最速察知して無駄玉を一発でも多く減らしましょう。本機の C タイムは1回転のチャンスゾーンになります。 C タイムの発生契機は全部で3種類あります。ラムクリア後、電サポ終了後、 C タイム失敗後1329回転消化になります。恩恵は ST120 回転に突入します。C タイムは左打ちで消化し、突破率は約 20% になります。 C タイムはラムクリア大当たり後全てで突入するため、セグ判別ではなくデータカウンターで判別しましょう。液晶上でこの画面になっていれば C タイム状態となります。 C タイムを加味しない場合はボーダーが多少上がります。期待値は約1500玉、投下で約6000円ほどあるので、落ちていたら率先して拾いましょう。アタッカーは10カウントでひねりの効力が低いため、固定打ちの打ちっぱなしで対応しましょう。ラストラウンドのみ3カウント入ったら打ち出しストップで対応。また連チャン時の1ラウンド目は V 入賞のパカパカになります。通常ラウンドと同様に打ちっぱなしで対応しましょう。電柱は2種類あり、ほぼ打ちっぱなしで対応します。時短 ST 中は一番下のポケット型電柱で消化します。電サポの消化速度が速いため打ちっぱなしで対応。演出中は打ち出しストップで対応しましょう。大当たり時 V 入賞のパカパカになる前にベロ型電柱が解放します。右打ち指示後打ちっぱなし開始、打ちっぱなしのまま V 入賞の対応を行います。また電サポラストの残保留は無抽選になるため、サポ回転数ぴったりで止めましょう。一応知識として覚えておいてほしいのですが、電サポ時へそ保留で当たってしまう、いわゆるへそ落ちが発生してしまった際、へそ落ちの当たりが時短100回転だった場合、時短が554回転に書き換えられる救済システムを搭載しております。換金率カシャマ投下での C タイムを加味するフル稼働ライン例が、介入 100% で 16.5、 介入 0% で 19.0 で打ち切れます。増減率の良し悪しは釘の状態、打ち出し玉によって異なり、10ラウンド出玉のオーバー率も低めです。ベースと通常で稼ぐタイプとなっております。期待値を2万円前後と仮定し、通常回転2600回転、単価 8.4 円以上を目指して行動していきましょう。また同条件で C タイムを加味しない場合はボーダーが少し上がりますが、期待値に多少影響があるので覚えておきましょう。現実的な数字としては 0% から 25% 前後を目安に行動していきましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、 Twitter のフォロー、高評価、コメントお待ちしております。それでは。